皆さん、おはようございます。おはようサンデーデイズ。ミッキーアイビンドゆたしくうにげーサビラ、ミッキーのミラクルハッピーデイ、よろしくお願いします。本日は早速このね、華やかなカラーの、ね、ポロシャツを着ていらっしゃいます、中本さんに、ね、自己紹介をしていただきたいなと思います。よろしくお願いします、はい、中本さん。はい、おはようございます。私は中原区でグランドゴルフを4年前からやっております。はいはい、現在は中原区の同人クラブの副会長もやっております。で、私はグランドゴルフと辺野古の歌の歌を作詞して峰山先生に作っていただいたんですけど、私は2か年前にグランドゴルフの部長を引き受けまして、はい、あ、素晴らしいですね。それでグランドゴルフの歌というのがなかったので、はい、グランドゴルフの歌を作りたいと思っておりました。それで1年ほど中断していたんですけど、その後辺野古の問題がありましたので、はい、辺野古の歌はどうしても作りたかったので、はい、それで、はい、辺野古の歌と、はい、グランドゴルフを峰山先生に作曲していただき、はい、峰山先生が歌っております。はい、これです。映ってますからねこれです。よろしくお願いします。実はね、カラオケのサークルですね、歌謡カラオケのね、はい、今私毎週木曜日の、12時から2時までなんですけどもね、あちら赤道ですね、赤道の老人福祉センター、今赤部がね、主催しておりますが、そちらの方で、カラオケ、歌謡カラオケの方の講師をさせていただいております。その関係でですね、中本さんとは出会いましたね。中本さん、そちらの会長もなさって、会長じゃなくて代表者ということで、代表者ということで、カラオケサークルの代表、ね、代表者として、ご活躍なさっています。ということでね、とてもいい、作詞をされているので、私もじゃあお手伝いできたらなと思いまして、今回はね、この、グランドゴルフの歌と辺野古の歌ですよね。はい、実はこのCD のジャケットの絵も実は私が描かせていただきました。ちょっと可愛らしい、モチーフになっておりますが、辺野古の歌の場合はこのジュゴンなんですね。ジュゴンが2匹こう戯れているところを、描きました。そしてグランドゴルフは実はこれ中本さんなんです私から見た中本さんのイメージといいますかね、とてもなんて言いますかね、明るい、そして若々しいイメージなので、そのように描かせていただきました。で、今流れている曲ね、は辺野古の歌の 方が先に流れてると思いますけれどもね。グランドゴルフですね。これそう、 OK です。 OK、 いいですよ。はい、今流れてるのが辺野古の歌です。はい、皆さん、じゃあちょっと聞いていただけますかはい、まあ皆さん聞きながらでいいんですけれども、ちょっとまたインタビュー続けて、今日レイカさんにね、インタビュー中本さんにしてください。ご自分で作詞された歌の CD ですよね。はい、なぜ CD を作ったのですか。私はグランドゴルフ初めてですね、親戚の人に誘われて、もう定年になったので家で遊ぶよりはグランドゴルフやった方がいいよということで、それでグランドゴルフを始めたんですけど、で2か年ほど前に部長、中原区のグランドゴルフの部長を頼まれて、それを引き受けまして、でその時にグランドゴルフの歌を作りたいと思いまして、それで、はい、はい、マイクに近づいてくださいね。はい、どうぞ。いいですよ。はい、はい、辺野古の歌はですね、去年沖縄県民の民意に反して、はい、政府は
何が何でも辺野古に新しい基地を作ろうということなので、うんうん、で、はい、辺野古の歌というのは私はどうしても作りかった歌です、うん、それで辺野古の歌とグランドゴルフの歌を峰山先生にお願いしました、うん、あ、わかりました、ありがとうございます、はい、作詞は中本さんと先生がやったんですか？あ、そうですね、一応、うん、はい、中本さんの、素晴らしい作詞に少しだけ、うん、やっぱりね、曲に合わせていかないといけないので、ちょっと2人でね考えて、構成したっていう形ですかね、うん、お手伝いしたっていう形、はい、はい、作曲は？あ、私です、ミッキーですアレンジがね、はい、おっしゃってた、はい、アレンジは私の宜野湾市の同人福祉センターで自分史の作り方の講座を受けていたんですけど、うん、はい、それでその時に手話サークルにも通ってましたので、うん、ティンサグの花の手話を私できると言ったら、はい、でワクワク友の会という方に誘われまして、そこで知り合いました白雲太長さんに、うん、はい、アレンジの方をお願いしています、うん、はい、ですから私は、メロディーを作ったっていうことですね。で、作詞は中本さんで、うん、アレンジは白雲達夫さんがなさっていただいてるということですね、うん、はい、中本さんのグランドゴルフの歌と辺野古の歌のミッキー先生に最初に持っていかれた元の作詞した原本はありますか？ ありますよ、はい、今日持ってきてますよ。じゃあちょっとだけ読ませていただきます、はいはい、これはもう全然手を加えない中本さんの作詞なんですけどもね。まずグランドゴルフ、ね、南西にさんさんと輝くシュレイの島、人々の情け愛情深く、ね、礼節守る今日もホールインワン、今日もホールインワン、楽しい楽しいグランドゴルフ、グランドゴルフ、これ1番で、2番が人々は古代より争い好まず、天空は果てしなく澄み渡る、世界の平和を願い今日もホールインワン、今日もホールインワン、楽しい楽しいグランドゴルフって感じになってますね、うんうん、これが今流れている曲に変わったわけですね、どういうふうに変わったかと言いますと、一番の歌詞、南西の空さんさんと輝くシュレイの島よ、人々の情けは深く、シュレイ、礼節守る我がうちな、ね、新たなる未来に希望と夢を抱いて、老いも若きも関係ないグランドゴルフ、まあラップ風に、白線の輪目指してクラブ振るホールポストにカップインとなっております。で、2番が大空に果てしなく澄み渡る青い空、東広がる太平洋、西には東シナ海と海の恵み、サンゴ礁、豊かな自然に抱かれ、心弾むよ胸躍るグランドゴルフ、ララララララってね、まあ、歌うような感じで、ホールインワンだ、ナイスショット、スイング軽やかにグランドゴルフ、レッツゴーみたいな感じで、ね、変わりましただいぶ変わったでしょイメージがね、はい、とても美しい詩だったんですけれどもね、まあ、にぎやかに明るくってね、青い山脈風にっておっしゃったので、うん、まあ、今みたいになりましたけどね、今みたいにアレンジしてね、こういう風になりました。それからもう一つ、辺野古基地の歌っていう形で最初はなってたんですけどね、反対の歌でしたね、はい、最初はね、で 平和を愛する民族、ね、琉球に侵略幾多の苦難を、押し付けてなお諦めず、政府の役人たーですか、恥散ら恥散ら今こそ立ち上がれ我ら琉球の民、すごいかっこいいんですよ、うん、次に2番ね、我らの先祖が築いたこの島を再び戦場にするな、世界に、世界にまれな、豊かな海を、うん、脅かす愚かな埋め立て許さん、今こそ立ち上がれ我ら琉球の民という感じになってますね。で、3番が、無益な戦いを繰り返す愚かな人類よ、世界の平和を守るため命のある限り最後の血の一滴まで戦うぞ、我らは辺野古の基地建設阻止するぞ、
辺野古辺野古辺野古というね、うん、とてもあの訴える力が強い、うん、力強い歌ですね。でもこれじゃあね、あのとってももう私から見るとすごい最高の曲、あの作詞なんですけども、うん、あのこれではまたほら、なんて言いますか、言葉がねちょっとね直接すぎるってこともありまして、ね、少しね、うん、やっぱり皆さん聞く皆さんがあの優しい気持ちもね思い起こしていただくために、まあこれは男性的な詩だったので、うんうんうん、まあね女性も歌うかもしれない、あまだ私が歌うことになってたので、うん、ちょっと柔らかくしましたね、うんうん、ちょっと柔らかくして、じゃあどうなったかと言いますと、一番はこういうふうになりました。平和を愛する民たちを長き年月占領し、幾多の苦難を強いられ、乗り越えて米軍の侵略に耐えてきた悪しき政治家に負けないぞ我ら同志たち、ね、2番、戦い好まず生きてきた祖先が築いたこの島を未来の子らにつなぐ自然の海、辺野古の珊瑚礁守るため埋め立て反対だ、許すな基地移動、今こそ立ち上がれ。で3番が、無益な戦いを繰り返すな、愚かで醜い戦いを後どう宝、尊き者たちを守るぞ、地球を楽園を志高く内縄守るため、今こそそれ行け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 勝利ありというふうに、ね、なりました。でエイヤーとかね、はい、まあこのようにしてね、あの作詞をするとそのままではなくて、うんね、曲に合わせてちょっとあの言葉を、ね、少なくしたり、また表現を変えたりとかします。でもあの元々の歌詞のね、あの大事な部分ポイントは逃してはいけないわけです、うんうんうん、これはね依頼人、まあ、私は雇われて、作詞をしたり作曲をするわけですからね。その中で、中本さんのこの素晴らしい詩を、ね、生かすために、名曲にするためにね、まあ、お互いちょっとお話しながらね、ここはどうしても入れてくれ、ね、作詞者としてね、いやここはちょっとあのメロディーに合わないので、ね、2人で何度も相談してこのようになりました、うん、どうですかレイカさん、すごい曲のこの変わり分かりました、うん、違うでしょ、うん、全然違う、全然違うんですよ、うん、そういうことね、ということで、まだ聞きたいことあるんじゃない、なんかいっぱい書かれてたけど、趣味とか、あ趣味趣味は何です ですか、趣味は、ま、グランドゴルフと、うん、今ゲートボールもやってます。これも親戚に誘われて、うん、ゲートボールとか、あと趣味はカラオケ、うん、あとボーリング、いっぱいですね、多趣味ですね思ったんですけど、グランドゴルフってあの普通のあれですか、ゴルフですか。いやいや、こうホールポストというのが丸い輪っかのあるんですけど、うん、その中に、何回で入れるかで、あの少ない方がいいんですよ、うん、1回で入ったらホールインワンで、うんうんうん、で2回で入ったらバーディーで、ホールインワンで1回で入った場合は合計した点数からマイナス3するんですよ、うん、で一番あの点数が少ない方が、うんうん、優勝ということなんです、うん、こういう輪っかが、まずワッカさんです、うん、そのワッカの中に入ればいいわけです。あの、はい、あれですか、公園とかでやってる、はいはいはい、あ、あれか公園とかでやってます、ね、もうレイカさんもね、趣味としてやろうかなちょっと運動不足でまあこう痩せているんですけどもね、レイカさんね、筋肉がないからねちょっと腹筋の部分はね、私は人に言えませんが復帰の部分はね、共に頑張ろうかなとはい、ありがとうございます。今じゃあ、ちょっとですね、皆さんから あのよく質問で著作権についてという話があったもんですから、今日ちょっとこの話続けてよろしいですか。またあの中本さん聞きたいことがあったら私にどんどんあの質問してくださいね。はい、あ今流れてる曲はもう中本さんの CD です。グランドゴルフの歌と辺野古の歌ですよね、2曲お届けしました。はい、あ、はい、あのタイヤ聞こえます。はい、それでは
著作権の話をしたいと思います。まずですね、ソングライター、私の場合はシンガーソングライターなんですけども、曲も作って歌も歌うというやつなんですけどもね、著作権で保護された誰か別の人の楽曲の一部をね、例えば許可なしで、自分の曲として、替え歌にしたりしてね、出すときは CD に出すときはですね、許可をもらわないといけないわけですね。元の曲が違う場合ですよ、ね、許可を得ないでただで使ってはいけません。ただし今世の中たくさんの曲が溢れてますね。で音階というのはドレミファソラシドとね、8音ね、プラス半音が加わるからね、しかないわけですね。この小さなこの音階の中で調が変わってもこの音階の中で表現しないと、ね、いけなくなるわけですよね。というと重なる曲がいっぱい出てくるわけです、それで、今回は私ですね、辺野古の歌は水戸黄門の最初の冒頭の部分、8小節パクりました。似てると思ったでも8小節です、本来16小節パクってもいいことになっております、今のね著作権ではね、16小節はやむを得ない。なぜか今言ったように音階は決まってるので、これで表現しないといけないってことはみんな似てくるわけですよ。多少ともビートルズなんかもいっぱい真似されてますからね、歌詞だけ変えられてるっていうのもあるんですよ、最悪、ちなみに著作権は何年だと思います？何年ぐらい持つと思います、著作権って50年かな。50年、はい、レイカさん何だったかな、やったけど授業で死後50年死後え死後死んでから50年、まあ近い今は80年に延長されたそうです、元は50年です、日本ではね、で死後ですから本人だけじゃないですよ、関係者ですよ、関係者が生きてたらダメだ、要は著作権を受け継いでる者がいたら、関係者、この例えば作詞作曲アレンジ歌唱歌歌唱権ね、ちなみに著作権というのはですね、 CD の場合ね、歌唱権、ね、歌唱権、歌ってる人ね、作らなくても曲作らなくても歌う人、例えば美空ひばりさんとか大物が歌った場合はね、ロイヤリティって言って、その CD の売り上げから何パーセントって上げないといけないわけですね。で、あと作曲者で今言った作詞家ね、中本さん作詞家でアレンジャーってあるんです。あとプロデューサーとかも入ってくるともっとまたね、そうやってロイヤリティ、この CD の売り上げからこのレコード会社が加わるともうまたそこからも取られるわけですね、という形で全部が入るわけじゃないんですよ。だから皆さんね、例えば1000円とか1500円2000円とかでね売られて全部あなたのものでしょうって言うけど、とんでもございません。はい、また制作にはね、いくらぐらいかかりました、中本さん。大体でいいですよ、大体で。全部で50万円ほどですかね。50万、私もっとかかりましたよ私もっとかかりました。プロデューサーもつけてたのでもう100万近くかかりました。私の場合5曲作詞作曲だったのでね、アレンジ料とかいろいろかかったんですけど、レコーディングもね、1回で済まないんですよ。実はもうレコーディング2週間ぐらい撮りました、私の場合はね。はい、ですから1日でやりましたね、これはね、実はあんまりなんて言いますかね、私から見るとレコーディングは1日で終わってしまったのでね、もう少し、頑張って、レコーディングさせていただきたかったなというのはあるんですけれども、まあでもこれは中本さんのね、依頼で始まったね CD 制作なので、まあ、今後はですね、また、この曲を皆さんにね広めていくように、あちらこちらでまた中本さんが読んでいただければ、私実際歌ってね回りたいなと思います。例えばこれを演歌風に歌うとかね、例えば童謡風に歌うとか、童謡もね今また復活してもいろんな方たちが童謡好きですからね、まあそんな感じでとか、合唱曲にしたりとか、いろんなこうね幅広い世界が広がってるわけです。中本さん、中本さんは5年かけて売ってしまおうと何百枚作りました、500枚作られたそうなので、もうそれはもうぜひ、私も今後はですね、協力させていただけたらなと思います、ありがとうございます、ただ厳しいことを申し上げますが、CD 制作に私は関わっていないということです。作
曲と作詞はお手伝いしました、まあまあまあ、歌も歌ってるので全く関わらないということではありませんが、制作に関してはね、これはもう監修、まあ、依頼、私は依頼されて作っているのでね、これは中本さんの健雄さんのね、健信だ、健信です、健信、ごめんなさい、中本健信さんの作品なんです。よろしくお願いします。ですが私が歌ってますので、あ、ちょっと可愛い声で歌ってますので、皆さんぜひ私の一面をお聞きになりたい方はご購入をお願いします。中本さんのちょっと電話番号とか連絡先教えていただ、はい、CD にも携帯番号、はい、あ、いやいや、今申し上げていただきます。はい、はい、携帯番号、はい、はい、携帯は090-1362-1175、 もう一度、090-1362-1175 です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、一応ごめんなさい、私の方にもね、連絡いただければ、ミッキーの音楽教室にでもね連絡いただければ、また中本さんからまた CD をねお預かりしてということもできますので、あ、まあ、私の方にもご連絡ください。私の電話番号は 090-6858-4578、 ミッキーの音楽教室です。090-6858-4578です。それでは続いてちょっとですね、優先、日本優先大賞を取った曲をちょっと著作権のお話のつながりでねさせていただきたいと思います。泳げたい焼きくん、聞いたことありますか？あります。ありますか？あります。ある、うん、あれいくつ、赤ちゃんの時、うんうん、あ、でも何だろう、ちっちゃい時、ちっちゃい時、先生小学校とか、先生小学校の時聞いてるの、これ発売なのねうん、うんうん、ということはじゃあリメイクっていうかね、何回かね、これポンキッキ、わかる？あ、名前だけわかる。ポンキッキわかる、うん、うん、子供向けの番組、フジテレビの番組でね、ポンキッキね、ポンキッキで、その下正人さんが歌ったんですけども、うんうん、彼は歌唱権はロイヤリティって言うんですけど、入らなかったんですよ、うんうん、CD あんなに売れたのに、すごいよ、ミリオンセラーになったのよ、うん、なんで、なんでだと思いますか？なぜでしょう？契約してなかったからです。最初でもうね、最初で歌う歌唱権だけ、歌唱権じゃない、歌唱権、売り上げにこの沿ってロイヤリティをもらうのと、そうじゃなくって、うん、今キャッシュでもらうのとどっちがいいと、うん、要はバイト料で、そしてバイト料でいいですって言ったそうです、うん、でたって5万しかもらってないわけ、すごいんじゃない。でもその後テレビには出してもらえるし、もう正人さん、うん、毎日毎日僕らは鉄板のってね、あの歌すごかったですよね、うん、ね、私もたい焼き屋さんにいて、私もたい焼きを買って本当に海に逃がそうとあ、そう冗談ですけど食べ美味しくいただきましたけど、すごかったですよね、うん、ちょうどね、沖縄海洋博の時、うん、ホテルで毎日聞いてましたよ、はい、あ、そうですか、へー、そう、そうなんですよ、とにかくもうものすごい売り上げでね、まあ、その後のことはですね、このキャニオンレコードはね、たい焼き御殿というのを、まあ、たい焼きタワーというのを作ったそうなんですけども、まあ、シモンさんにはね100万円とまた白いギターが贈られたということで、まあ、シモンさんもね、まあ、多少ね、まあ、もう世の中に名前も知れたし、まあね、よかったということでね、まあ、作詞作曲はまた別の方がなさってるんですけどもね、うん、そういうことなんですよ。だから最初の契約とかはとても大事なので、うん、シンガーソングライターの皆さんね、安受け合いはしないように、うん、なるべくはね、CD は一緒にね、共同制作っていう形にした方がいいかなと私は思います。ですがね、私も中本さんには委託で、まあ、バイトじゃないですけどということと形で委託でさせて、今回はねいただきましたけどもね、はい、まあその今ね現金が欲しいという方と、またいや将来売れるかもしれないからね、その売り上げでくださいっていう場合とね、まあ二通りのやり方がありますので、まあ今後は皆さん、まあ、ね、いろんな、ね、音楽ビジネス入門編とかいろんな本が出てますので、まあ、それを参考になさってください。はい、それでは来週もまた、ミッキーのミラクルハッピーデイよろしくお願いします。今日のゲストは
はい、中本健信です。さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。